株式会社瀬戸内海放送、瀬戸内海ブロードキャスティング仕様、リミテッドは、香川県と岡山県を放送対象地域としたテレビジョン放送事業を行っている特定地上機関放送事業者である。略称は、KSB。現在の愛称は、KSB 瀬戸内海放送。香川県高松市と岡山県岡山市の日本社制を、 トルガ、陶器場の本社は、高松市にある、テレビ朝日系列のフルネット局である。コールサインは、ジョブ DTV、リモコンキー ID は、キー局のテレビ朝日などと同じ、5。瀬戸内海放送級高松本社瀬戸内海、放送岡山本社が入っている、KSB 会館2006年10月15日撮影、KSB は、 高松本社と岡山本社の2本社制を取っている。岡山本社は当初は岡山支社の名前であり、岡山総局を経て現岡山本社社を暗く政治に本社に格上げされた。両本社とも報道、制作部門とテレビスタジオ設備を持っているが、総務、人事部門などの本社機能、陶器場の本店、テレビマスターなどの演奏所としての機能は高松本社にある。 瀬戸内海放送ニュースセンター。二代目ロゴが残る。2004年4月から2020年3月まで使用された三代目ロゴマーク。企業、団体の名称、個人の肩書きは当時のもの。出展、テレビ朝日系列局では唯一、朝日新聞社が上位10社の株主に入っていないが、資本関係が皆無なわけではなく、 2018年時点では2万5000株を保有している。1978年3月31日1992年3月31日2003年3月31日金、鉱山テレビ送信書2006年6月2日、撮影1979年4月の瀬戸内、巡航域気確立後は中継局を増やしたりしているが、地デジに完全移行した現在でも、 中継局未設置箇所が残されている。地上デジタルテレビ放送では2008年7月24日から画面右上にウォーターマークとして局ロゴの常時表示を行っている。CH 番号の前に V がついた中継局は垂直変化。テレビ朝日系列のリモコンキー ID 地図香川県、岡山県2011年7月24日。 定波時点香川県岡山県高知ケーブルテレビの加入案内では高知県内にはないテレビ朝日系列である当局の区域外再放送を売りにしている以下のケーブルテレビで区域外再放送が行われている2021年7月現在都合により放送時間は変更される場合がある最新の情報は番組表などで確認のことゴールデンプライムは ローカルセールス枠について記載。全日体も、テレビ朝日系列同時フルネットの番組の番組は、省略。ふとじは、同時ネットの、番組テレビ朝日制作朝日放送テレビ制作。その他系列局制作例は、キャスト KSB パートナーズ所属。過去過去いずれもキャスト KSB パートナーズ所属。過去。ありがとうございます。